このチャンネルは、もこもこの魅力を発信し、里親様を探すお手伝いをしています。最後までごゆっくりご覧ください。皆さんこんにちは、猫兄さんです。今回の動画は、完全個室穴場の保護猫カフェでチュールをあげてみたということでですね、今まったりした時間なんですけれどもね、みんなソファーの上でねくつろいでおりますけれども、まあ、こんな時間にねチュールをあげるとどうなるかっていう、またその変化もまた面白いですよね。でこちらのお店の猫ちゃんっていうのは大人猫が多いということでですね、とっても穏やかな子なんですよね。チュールを見たからっていきなりわちゃわちゃってなるわけではないんですが、さあちょっとスプーンにね入れてあげてみますよ。そうしたらね、さっきまでねくつろいでた子がね立ち上がってね食べてくれておりますよね。でこの今2匹食べてる子なんですけれども、兄弟なんですよね。以前の動画ではねこんな感じでグルーミングとか一緒にしてたぐらい、ね、仲のいい子たちなんですけどね。ねチュールを食べる時でも仲いいんですよ。この白黒ちゃん似てるんですけれども、この子って目が見えてないようなんですよね。ですのでチュール大好きなはずなんですけれども、すぐには反応できなかったんですよ。あげてみますよ。で匂いで多分分かってるんだと思うんですけれどもね、なかなか焦点が、ま、定まってないというかね、追いかけられてないんですよね。で前回配信した時もね、チュール大好きで、ちょうど今テーブルのところに乗ってるでしょ。で、目が見えてないはずなんですけれども、ね、チュールを加えていくというね、もうすごいですよね。まあ、ここにチュールがあるっていうのが分かってるんだとは思うんですけれどもね、それでも本当すごいですよね。今回のお店は、大阪梅田近くにある保護猫カフェ、ウリエルさんです。ウリエルさんのね2号店っていうのは完全な個室でね、こういう隠れ家みたいな感じですよね。もう穴場のねスポットって感じがしますよね。これだけねたくさんの猫ちゃんをね独り占めできているので楽しいですよ。でこの子はずっとねテレビのボードの上にいたんですけれども、あんまり猫ちゃんだったりとかね人が苦手なのかもしれないですかね。この子はペロペロと食べてる顔がとっても可愛いですよ。ですね、触られるとちょっと引いたでしょ、一瞬ね。触らせてはくれてるんですけれどもね、ほら噛み出したでしょ、猫パンチをして、やっぱあんまり触らんといてみたいな感じだったのでね、まあ、少しずつ慣れてってくれたらいいかなっていう感じですけれども、みんなはね、チュールのを見て、すごい目がキラキラ輝いてますよね。うん、立ち上がったぞ。これめっちゃ可愛いよね。でもずっと食べまくってるんで他の子にあげたいんですけれども、このキジトラさんはねずっとソファーの上でいたんで食べれてない、食べなかったんですけれどもね。ということでね、この白黒の子にあげてます。だいぶね少なくなってきてるんですけれども、絞り出してますよ。カメラを持ちながらねスプーンに移していくっていうのはなかなか至難の技なんですけれどもね、この両手を掴んでる、ね、この感じがかも可愛いですよね。たまりませんね。この兄弟が一番食べてますよ今回は、うんね、こういうアピールが得意な子っていうのは得しますね。やっぱ手が出るんですねやっぱりね。とても可愛いね。トラさんどうかな、うん、なかなかね落ち着いた感じの食べ方してますね。お上品ですよね、とっても、うん、お食べてくれた、うん、最後まで綺麗にしてくれるのはいいところですよ。じゃあこの子はどうかな、うん、もう一回食べてくれたか。チュールはね食べてる姿って本当に可愛いですよね。今度はちょっと口が開いたな。やっぱ苦手なんでしょうね撫でられるのはね。でもとっても可愛い顔してますよね、キジシロちゃんになるのかなこの子は、うん、すごい可愛い子だ。
同じ目線で行ってみますよ。あら、目の前にテーブルがあるんですけれどもね、なぜかこちらに渡ってこれないっていうね、どうしたんでしょうか、うん、この一番食いしん坊さんだと思うんですけれども、この子だけは来ましたね。ベロベロとかわいいな、本当に指についたチュールをねちょっと舐めてもらったりとかしてますけれども、ね、撫でられるのは好きな子が多いんでね、やっぱりすごい穏やかですよね。ちょうだいちょうだいってやってますよ。ちょっと最後の一絞りをやってみましたけれども、ちょっとだけ出ましたね、うん、この子ほんと可愛いな。こう目が見えないっていうのがちょっとわからないぐらいなんですけれどもね。皆様いかがだったでしょうか。大人猫ちゃんのおねだりっていうのも本当に可愛いですよね。やっぱチュールをねあげるとみんな可愛くなりますよね。これからもね、猫ちゃんたちの可愛い動画、癒しの動画配信していきますので、チャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。はい、今日の動画は以上です。保護猫カフェ、フリエルさんでした。